力見せてあげるわ。狙いは外さない。私から逃げられると思わないけどね。トリンリ、ミッションを開始するわ。一撃しなさい。お姉ちゃんの黒歴史使わせてもらうわ。私に落とせる敵はないわ。私から逃げられると思わないことね。トリンリ、ミッションを開始するわ。人力しなさい。よし、落ち着いていこう。ネコギランダム、いっけー。このロボコ、よし、とどめ。やれるよ。倒してあげる。誰から相手してあげようかしら。お姉ちゃん直伝の上級魔法よ。エターナルフォースブリザード。狙いは外さない。私から逃げられると思わないことね。トリンリ、ミッションを開始するわ。人力しなさい。全力でいきます。お姉ちゃんの黒歴史使わせてもらうわ。私に落とせぬ敵はないわ。
Oh, yeah.
服従していない。ゲーム業界に復讐するまで、もう俺は何かに復讐なんてさせねえよ。やったー、勝ったよ、私たち勝ったんだ。やったねネピギア、私たち世界を2つも救ったんだよ。よかった、これでうずめさんが消えることもなくなったんですね。復讐の邪魔などさせ、消えるのなら次元の女神の力も共に道連れだ。嘘、そんな、異次元の女神の力も消えちゃうなんて。嘘。ねえ大きい私、フロワールの力で何とかできないの？クロちゃんの力はあくまで次元を移動できることだけなんだ。それ以上のことはできないよ。憎んでいたんですのね。組むのも何も、実際はただの勘違いと思い込みじゃん。相変わらずあなたはさらりと確信をつくわね。とにかく超次元に戻ろう。このままではあの大軍の進行を許すことも迎え撃たなければ。それじゃダメだよ、超次元にたどり着く前に迎撃しなきゃ。それこそ無理です、補給船も人員も足りないこの状況では殲滅しきれる数じゃありません。結局最後に勝ったのはあいつか。いや、俺に作戦がある。ギアッチ、あそこに見えるシェアクリスタルを撃て。そしてみんなは急いで超次元に帰るんだ。な、何を言い出すのさ、うずめ。そうだよ、そんなことしたらうずめが死んじゃうんだよ。分かってるの？分かってるけど、それしか世界を守る方法はないんだ。だから頼む、ギアッチ。